こんにちは、こんばんは、タイポンです。 FIFA 16実況をやっていき今回はホームでビジャレアルです。ビジャレアルは4位とね、普通に高順位にいるので、まあここで、もうぶっ潰していきたいと思います。最近ちょっとユニフォームが白ばっかなんだけど、まあ仕方ないね。わあ、これはちょっとみんなお疲れ気味だな。ちょっとこれ発動しよう一回これ発動して、でこっからちょっとあのいろいろ変えていきます。ラモスは入れようね、ペペいいや。バランは、バラン、そう前回あれだったから、このディフェンスラインはこれでいける。そしてだよ、あーいいんじゃないの。ナバスは入れる、カシジャはいいや。ちょっとロナウドもサブに入れます。あのなんか点がなんとかかんとかとか、なんかすごいほざかれたんで、うん、これでいこっかなと思うんですけども、ちょっと待った、ちょっと今回これでいくか、初期設定のこれで。でヘッセを左にして、待て、シャベロッソ変える。待て、香川ちょっとロナウド前半だけ使います。そして後半戦にヘセを投稿しようかなという作戦にいきます。ちょっとやっぱロナウドの得点はこだわっていきたいから、せっかくなんで14点も決められてるんでね。よし、これでいこう。はい、マジで勝つぞ。クロスゴール、これいいんだよね。もうなんかこれでもこれをさ、ちょっとプレイした方がさ、なんか若干この始まりが早くなる気がするだけかもしれない、もしかしたら。いや、早くなる可能性がある。こちらがレアルマドリードの先発メンバーです。敵チームの何じゃ。一般的な433セドリック、バカンブ、3ゴール、3試合で3ゴール、1試合に1得点ペースで来てるね、バカンブ。ちょっと調子いいな。まあ、間違いなくロナウドよりか調子いいね。で、ロナウドも調子悪いってわけじゃないんだけど。え、ちょっと、ベンゼマ。おい、ベンゼマ。ちょっとなんか、そういう声優の人いそうでも。おい、ベンゼマ。ボールは再び足元へ戻されます。まあ、その後のセリフは特にないんだけどさ。いいボールを送りたい。頼むよ。おら、ぶつぶつ、長友。すげえ、アモーレパワーって半端ないな、本当に。もうアモーレは一生引きずるからね。これ追いつくんじゃねえの。そしてこのクロスで、ベンゼマで。うわ、やっぱベンゼマ。これはディフェンダーが読んでいました。ロナウドなんだよ。ちょっとこれはスランプですね。どうにかしてペースを取り戻したいですね。カゼミーロの神シュート、なんだ普通に止められちゃった。だいたい俺神シュートとか言う、神パスとか言うとだいたい止められるんだけど、ちょっとまずいぞ。アドリアンだぞこりゃ。アドリアン、ボールをダッシュ。ダニーロいいよ、長友いいよ。ちょっとロナウドスランプとか、本当にロナウドのスランプとか聞きたくないから、つってもいつかそんな時代が来るんだろうなと思いつつ。カゼミーロ、オッケーオッケー。いやだね、年齢っていうのはね本当に怖いですよ。クロスを出した、オフサイか。クリアしました。いやだっていつかこのあのメッシもロナウドもリフティングすらできない時期が来る可能性。おっと、バランやっぱすげえな。あるんだよ、80とかになったらもしかしたら病気とかで、わかんないけどさ、人間って儚いよな。アドリアン、いい形でゴール前まで持ってきました。何の話してんだろう、サッカーも実況しながら。ブルーノ・ソリアーノ、めちゃめちゃ FIFA がもう日本一、いやいや世界一うまい人と
なんか勝負みたいなのしてみたいな。どうなんだろう、もう本当ボコボコにされるのか、まあ、意外と 2-0 ぐらいなのか、意外と引き分けちゃったりとか。何が違うんだろうな、なんか見たことあるんだけどさ、上手い人のプレー、なんかもうスキルムーブが違かったよね、すでに使うタイミングとか。あ、うまっ、全然うまくなかった。やべやべ、褒めちゃった。お前下手だぞ、お前今の下手だったぞ、今のは。長友のアモーレパス、アモーレパス届かず、くそ。アドリアン欠かせない存在です。ブルーのソリアーノ強引に切り崩してきた。ナバス神だけど、オフサイ、オフサイだけど、ナバス今止めたのはマジ神だと思うよ。少しタイミングが早すぎたか。バラン、そう間違えた、落としてくれれば。あ、待て、もう俺行っちゃうから。あ、もう知らないよ、もうスランプなんか一気に抜けさせてやるよ。スランプ感が今ですね、プレーに。長友いいね、あれちょっと待って、誰もいないところにパスしちゃった。うまっ、ちょっと今のプレーなんかベルカンプかと思っちゃったんだけど、アーセナル戦、アーセナルの時あんなゴールあったもん。バスケスいいよ、非常に美しいパス回しです。シュートに行けるか、オークラ、香川相手のミスで抜けたんだけどな。シャビアロンソ、ラモス、ベンゼマ、あ、おにぎりヘッド炸裂ならず。ダニール、攻撃に、うわマジか、おーし、ガチクリ、ガチクリ、相手のあの監督をめがけて。スローインでゲームは再開されます。ここはブルーのソリアーノのテリトリー。ジェイコスター、ボールは戻されます。あー惜しい。いやビジャレアルはあれだね、ドスサントスがあのアメリカに移籍したのちょっとショックだった。これはいいところにいました。カフォーはねパスが上手いからね。ロナウド流れを変える絶好の機会でしたが、今のはさすがにないね、今のはさすがにない。チャンスはものにして本来の調子を取り戻してほしいですね。そうなんだよ、もう残り少ないけど試合数的にはロナウド得点を出したいな、行きたいな、出したい、出したいというかなりたいな、させたいな。これは戻そう。終了で0対0、うん、なかなかだったけど、ちょっとロナウド出そう。まだ後半戦がエセはもうちょっとしたら出します。サンティアゴベルナベウでは席を立っていたファンが戻ろうとしています。いいよ長友、カゼミーロ、カゼミーロのパス、うわなんだそれ、香川ちょっとマジアタッキングウルトラ、アタッキングウルトラプルスウルトラみたいな。ドサントス、ドサントスいる、あれ、あそのドサントスじゃねえ、あれどっちだっけ、わかんない、ドサントスいる。ここでためを作ります。オフサイド、オフサイドの判定です。なんかドサントスっぽいやついたな今。長友優斗、さあここは長友ね、去年の冬カゼミーロあれだもんね、毎日は若干狙われてたもんね。ダニーロ慎重に攻撃を組み立てています。そうだね、慎重に行こう。堀池さん、この選手は前半もっと活躍していてもいいはずですよね。アモーレ、アモーレ、おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと、アモーレ楽をさせてしまいますよ。ラモスいい、え何それ、バラン、
落とせ。よし、香川、香川信じ、信じてるぞ、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。香川信じてんぞ。ここにブルーのソリアーノ、あーやばいぞこれ。うわ、待ってナバス、ちょっと待って、ちょっと待って、ナバスだよマジで。これは最近やばいんだけど、ナバスのなんかすごいセーブ率がもう異常なんだけど。オッケー、ロナウドさん、いいよ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 、中ボク、くそ、相手に渡ってしまいました。トマスキナ、体を当てて取る、オッケーオッケー、いいよ。ベンゼマ、あれベンゼマ、なんでボールが足から離れてしまった、激しくプレスすぎた。デオバチスト、いやうま、危険な位置です。緊張感が増してきます。え待って、勝ちうまいじゃん。ちょっとうまかったなこいつ、バティストゥータみたいな名前してんなこいつ。この得点でまずはその第一段階に成功しましたね。ほぼ狙い通りだったと思いますが、最後はちょっと焦ったんじゃないですか。トマスピナル、これはくそ、あーもうくそ、ドスサントス、こりゃなんか言っても引き上げそうだな。まあ試合は最後まで諦めないことが大切だからね。激しくぶつかっています。セルヒオラモスが絡みます。安心のコントロールです。ここで打つ、くっそ、ロナウドでちょっと今行ってやろうと思ったんだけど。ダニーロ頑張って、審判はビジャレアルのコンピックを指示します。サム、あー戻したか、クソ、キーパーに戻します。クソ、待て、分かんない、奇跡を起こせるよ。ロナウド打とう、健在なんだけどね、そういうなんていうの、ヘセ、うわーグリグリなんか今抜けてたな、運がよく言ってたけど、あれよし、まだあかんない、まだあかんない、ファル、まだ諦めんな、諦めたら終わりだ、ガー負けた、マジか、ちょごめんなさい、なんだかんだロナウドは出しちゃったけど、もういいじゃないんだこのシュートは。なんとも言えない試合だわ本当に。これは午後の紅茶飲んでちょっと切り替えるか。ちょまたちょっと2試合連続でさ、やめてよロナウドの記者会見、じゃあやるかラジオ、ちょっとロナウド
まあちょっとロナウドディスろ、もうこうなったら、はい、刺激する、カツ入れてやったわ。はい、じゃあ次の試合でタイボンが自由にゴールを決めるロナウドに警告。お茶組の女性であれロナウドであれ、このチームに自分勝手なものは不要だ。プロの選手なら誰でもエゴがチームを再び素早く崩壊させることをしている。だからたとえチームの調子が良くゴールを量産している時でも選手は調子に乗っていけない。彼らが浮かれないすぎないように注意してできるだけ集中力を保つのが俺の仕事だ、はい、うぬぼれるなって言ってますね、とりあえず。はい、それじゃあ次回はラジオですね、はい、やっていきたいと思います。それじゃあここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録しない方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の FIFA16 実況でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニア。